こんにちは、速塾のです気になる男のシリーズまだまだ続きますんでね前回は性格を変えることができるんじゃないかなっていうことでお話しさせてもらいました性格・人格人はは変わららななないいいととししたここんな恐ろしいことはないですよね前もお話ししたように3歳5歳10歳の時と同じ性格人格で人っていうのは3040になるんですかねいやいろんなこと影響を受けて変わるんじゃないですか 情報経験失敗成功によっってて先入観も変わっていきますよねちなみに私ね勝負事って得意なんですよだから確率が低くても勝負に行くと勝っちゃうんですよねですんでここぞという時には確率の低い方に私かけるんですよでも多くの常識ある皆さんは確率の高い方にかけ続けて大事な時に確率の低い方に結果が来るからスッテンテンになるでしょ私はどっちかというとね ここぞという時には確率の低い方に一人だけ行くんですよ。だから総取りの場面が多いです。これはつまり確率っていうのは科学で導いたされたものですけども人間には運とかね運気っていうのがあるチャンスっていうのがある奇跡っていうのがあるわけですよ。ですんであこれは確率通りにいかないんじゃないかなと思った時に確率の低い方に行くと本当にそうなるっていうことが多い私の今までの人生の体験から来る先入観なんですよ。 ね、私の先入観なんで他の人に当てはまんない可能性が高いですよね。でも多くの方は無難なことをやってきてそこそこの人生をくれたらこれからも無難なことをやろうと思うでしょう。だから、正確に違いができるんじゃないですか。無謀とも言える私の挑戦にはそれなりの体験からくる根拠があるんですよね。確率の低い方をやって大事な時に外してきたらさすがに私もそんなことしないですけどね。いやだからね、こうやって 自分の体験によっても性格は位置づけられていくんじゃないかなと思うんですよ。さあその中でね人間関係に囲まれて生きている私たちが家家族族と例えば家族会議をします一つの結論に導き出される時に主にはお父さんが何かね自分の考えを言う家族が別の考えを言うお父さんがそうだなそうしようかっていうふうに納得した時っていうのは自分の性格を変えてる時なんですよね。 みんななの意見を聞こううかなっていう風に本当は自分の意思があるのにそれを曲げたわけですよじゃあこれは逆にもなるんじゃないですかってことつまり人の性格を計算しててに変えるここととはでできますよってことなんですよよ。っなんそもそも商売って買わないってものを買うっていうふうにさせるためのノーをイエスにさせるテクニックの連続ですからねそのためにキャッチコピーがあったりとか最近で言ったらサムネイルがあったりとかトリガーがあったりそれから LINE での おなんかね、囲みセールスがあったりするわけでしょつまり人の性格人格判断こういうものはいかようにも外部からの影響ででで操るることができるんですよねどっちの側にいるかなんですよ自分が操られて人の言う通りにやっちゃうのかみんなに合わせてマスクをするのかそれともいや自分は少数派だけども思った通りにやるわっていうその姿勢が周りの人にも影響を及ぼしてそうだよねみんながどう言っても自分の思った通りにやっていいよね。 っていうふうになってきて、別の方向性がそこで生まれるのか。新しい常識ですよね。この連続で、多分人生はできてると思います。大事なのは先入観なんですよ。土壇場で勝ったという先入観が積み重なれば、そういうふうな人格になっていくんですよ。でも大事な時に失敗したりとか、大事な時にお金がなくなったりとか、家族に言われて旬となる人は、そういう性格になってきます。ですんで、いつも、何かに対して、 どんなアクションを落として、どんな反応を得てきたのか。自分はそれによってどっちの方向に向かう決断をしたのかっていう小さな積み重ねが大きな売上入れを作っていくんですよね。いや、だからね、私は思うんですけども、家族と揉めた時に引っ張っていけるだけの自分のね、最終責任権じゃ結果責任を取る度胸。こういったものがあったりとか、思った通りにやるけどお前らには不自由させないって言い切るだけのね。 度量があるかかどうかこれ結構常に試されてるんじゃないかなと思いますだって結局ね責任取りたくなければ人の言う通りになりますよみんなの言う通りになりますよ家族の言う通りにそうだよねってなりますよ自分が責任取りたくないからなんですよ自分が勝手なことをして迷惑かけたらやべえもう言い訳が聞かない弁解もできないって状況になれば結果出すようになるでしょうでも自分でもビジネスをする結果に責任が持てないその度胸もない 家族に言われたらシュンとなる。そうなっちゃいますよ、ね。そして家族の望むように生きたところで自分の望むように生きてるかどうかはこれは分からないですもちろん家族の思う通りに自分の体を使っていくこと自分の人生を使うことが俺の喜びなんだっていう方はね素晴らしいと思いますようんだからどっちを選ぶかってことになると思いますし本来ならねみんながみんな同じ方向を最初から最後まで向くのがいいんですけどもだって家族ですら 人格が変わっていくし性格が変わっていくし趣味思考や都合は変わってきますからねそんな中で30年50年と一緒にいるということをもしね最終的な目的をするんだったらお互いの我慢の局面っていうのはあるんだろうなと思いますさあどちらにするかですよね、えー、ということで今回はですね、えー、人の性格は変えられるっていうことをこの動画を通じてお話してみましたけどもいかがだったでしょうか人の性格を変えて 自分の思い通りの人生に巻き込んでいくそんなね、度胸があれば何よりだと思いますよ <laughs> じゃあいってらっしゃい